ヘッドスピード40の競技志向女子ゴルファーがステルス2と旧アイテムマックスを打ち比べたらどのような違いが出るのか検証でございます。はい、見た目通りの安心感がすごいあります、はい、カスタム系のシャフトを入れた時にどういう違いが出るのかっていうところも、はい、うん、かなりミスヒットには強いっていうのが分かりますね。ニキ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 マルチャンネル、ニキゴルフ田園調布店村上です。よろしくお願いします。未来町ら店の丸岡です。よろしくお願いします。はい、今回ご紹介するクラブはこちらです。じゃじゃん、ヘッドスピード40の競技志向女子ゴルファーがテーラーメイドステルス2と旧アイテムマックスを打ち比べたらどのような違いが出るのか検証でございます。はい、はいはい、テーラーメイドの旧アイテムマックス、情報の方解禁されまして、はいはい、予約の方も受け付けてますけれども、結構やっぱり完成モーメント1万超えというところでかなり話題になってますよね、うん、はい、まあ、そのクラブと、まあ、前作にあたるステルス2シリーズ、はいはい、ここと比較してね、どのような違いが出るのかというところは皆さんも気になっているかなと思いますので、はい、早速打席の方に行って、はいはい、打ち比べの方をしていきたいと思います、はいはい、ではこちらの2機種の方、はい、比較の方をしていただきたいと思います。まずスペックはどちらも 10.5 度の SR で打っていただきます、はい、構えた印象、はい、ちょっとここで伺っていきたいなと思いますので、はい、お願いします、はい、全く違います、うん、はい、まあ、別物ですよね、はい、カラーリングがまず赤からブルーに変わったっていうところは一番大きいところなんですけど、クラウンの形もまず全然違います、うん、後ろのこの辺の出っ張り感っていうのがステルス2にはなかったものが QI10 はかなり後ろがこう膨らんで大きく見えますね、まあ、でもそんな嫌な大きさじゃなく優しくなったのかなって感じですね、はい、パッと構えた時は、うん、でクラウン全体が今回ツヤ感のあるカラーリングになってるんで構えやすそうな感じで、フェースもステルス2ちょっと開いて見えるんですけど、うん、パッと置いた時のフェースの座りは QI10 MAX の方がフェースがほぼまっすぐかややかぶってるぐらいな感じで見えるんで、うん、捕まえやすそうだなっていう打つ前の印象としてはあります、はい、僕も比較した時はこの構えた時のスクエア感っていうところがやっぱ一番いいなと思いましたね、うんうん、こうパッと置いた時に顔がこう決まるので、はい、そこはかなり好印象です。じゃあ打っていきましょうか。はい、はい、お願いします。ナイスショット。ナイスショット。ナイスショット。カーボンフェース柔らかくてすごいいいです。いいですか。はい、打ちやすい、はい、じゃあ次、はい、行きましょう。新しいの打ちます、はい、では続いて2本目 QI10MAX ドライバー打っていただきたいと思います。はい、はい、おお、うん、なんかシャフトの感じちょっと柔らかく感じます、うん、前作よりも。どこが柔らかい感じしますか。ちょっと先の、うんが少しこう柔らかく感じますね、うんうん、ちょっと左行ったんですけど、うん、そうですね、うん、でも距離めっちゃ伸びてる、うん、球もそんなに極端に上がりすぎないので、はい、打ち出しはね18度ぐらいありますけど、はい、バックスピンが2200回転台なんで本当にスピン量少ない、吹ける感じは全くないですよね、うん、なんかその左にまっすぐこうドーンって跳ねてる感じなので、はい、うん、おいや圧倒的にこっちの方が振りやすさは安定感がすごい、はい、あります。今のも2球とも似たような球筋なんですけど、うん、当たりどころはなんかちょっとずつ違うんですけど、うん、感触打感は、うん、でも同じようなところにしっかり強い球でまっすぐ飛んでってくれるんで、やっぱ見た目通りの安心感がすごいあります、はい、ちょっと芯外しても曲がりがギュッと収まってくれる感じがしますね。はい、はい、で今ねステルス2と QI10、はい、マックスの方で打っていただいたんですけど、はい、前回その時は丸岡さんとやりましたけど、パラダイムと AI スモークと比較した時に、はい、カスタムシャフトを入れて
打ったらよかった、丸子さん結構結果良かったんで、良かったですね、はい、今回はもうあのこういうカスタム系のシャフトを入れた時に、うん、まあ、純正とどういう違いが出るのかっていうところも見ていけたら面白いかなと思いますので、うん、ちょっと今回も同じシャフトですね、はい、クジクラの NX グリーンの 50S を入れて打っていただきたいと思います、はい、私もすごい気になります、はい、気になりますね、飛ぶのかはい、お願いします、はい、おお、うん、いや、いった、このシャフトいいかもしれない、合ってるかもしれない、合ってるかもしれないあの前回ねパラダイムたまたま入れたシャフトあったんですけどね、そうですよね、はい、自分がただ使ってみたいだけのシャフトだったんですけど、 それがビタリハマってる感じ、比べて、そうですね、入れてみるとすごいいいのかもしれないちょっと薄いけど、まあ、でも飛んでる、うん、でもね今結構フェースの下の方に当たった、なんかちょっと打ち損じた的な、そうですよね、感じだったんですけど、十分ですね、十分すぎる、はい、十分すぎる、この結果見るだけでもかなりミスヒットには強いっていうのが分かりますね、そうですね、今のこの場所に当たってキャリー200も出てくれてれば、うん、私個人的にはもう十分なんで、御の字ですか、御の字です、うん、今のもちょっと当たり薄めなんですけど、うん、十分飛んでくれてます、うん、はい、ではあの3機種、結果3機種になっちゃいましたけど、うん、とりあえずこの2本の比較をしていただいて、はい、なんか感想というかこっちはこうでこっちはこうみたいなところをお願いします。ステルス2に関しては、まあ、ヘッドちょっと小ぶりで、でもこう打った時に、まあ、カーボンフェースなので打感も柔らかくてそこまで難しさを感じない、はい、ちゃんとこう操作性が高くなんか打てるみたいなイメージでしたね、うん、で、はい、それに比べて QI10 だと、まあ、構えた時の顔がまず安心感が前作よりも断然あって、うん、なのにこうドローやフェードを打っていける、自分で打ち分けていけるっていうところがかなり今回いいなというふうに感じました、うん、はい、それでは3球ずつ打っていただいた平均値のデータをお伝えしたいと思います、うん、順番にいきます。ステルス2の方がトータル飛距離 216.3、 キャリーが 205.3、 ヘッドスピード 40.6、 ボールスピード 53.5、 打ち出し角度が 19.4、 バックスピン2547、サイドスピンが187スライス回転、うん、はい、続いて QI10MAX の純正シャフトで打った時ですね、はい、純正の SR、トータル 218.1、 キャリー 205.4、 ヘッドスピード 40.4、 ボールスピード 53.9、 打ち出し角度、18.1、 バックスピン2412、サイドスピンが41フック回転、はい、で続いて QI10MAX にカスタムの NX グリーンの、ね、50S を入れた時のデータの方が、はい、トータル 217.2、 キャリー 203.7、 ヘッドスピード40、ボールスピード 53.8、 打ち出し角度 17.7、 バックスピンが2371で、サイドスピンが5フック回転、ほぼまっすぐ、まっすぐですねはい、っていう形になってます、はい、データ比較しますと平均で一番飛んでるのは純正シャフト、うん、ただまあ一番マックス1球だけの値でいくと NX グリーン入れた時に 220.4 ヤードっていうのは距離としてはマックスは出てます、うん、アベレージでいくと純正シャフトっていう感じですね、うん、あとはもう顕著に出てるのはやっぱりこのサイドスピンじゃないですか。そうですね、はい、ステルス2の187回転も十分少ないですよ、うん、十分少ないんですけど QI10 の純正と、ね、NX で打った時41と5ですから、うん、平均でこの数値ってないですよ、うんうん、なんかまあ、はい、曲がらないってことですね。そうですね、はい、球筋見ててもね、うん、なんか右行って左行ってそれが相殺されてるとかじゃなくて、うんうん、あの同じ軽く捕まってくれる球でこのサイドスピンの平均値が出てるんで、うん、素晴らしいまとまり感だと思います、はい、まあ、前回パラダイムで比較した時みたいにカスタムにしたからといって極端にデータが良くなったわけでは今回はね、うん、なかったですけど、当然そこは入れるヘッドによってねシャフトの相性とかも多少はあったりすると思うので、はい、まあ、その辺はテラベドのシャフトの方もいろいろシダシャフトご用意はしてあるので、うん、テントの方でQI10にいろいろシャフトさしてみて比較していただければいいのかなと思います、はいはい、それではこれからもニキゴルフチャンネルではこのような最新クラブの比較動画ですね、どしどし上げていきますので、引き続きチャンネル登録、高評価、そしてコメントですね、たくさんお待ちしております、はい、それではまた次の動画でバイバイ、バイバイ。